こんにちは、あるいはこんばんは、今日は黄砂で汚れたので洗車、黄砂ね、最近テレビとかでも散々騒いでて、そのまんま洗っちゃダメですよと、水で流した方がいいですよというところでね、まあ洗車してる人はもう大体、普通の人は大体分かってると思うんですけれど、まあ自分もね、一応水で流していって、で徐々に洗っていこうかなと思います。であれですよね、まあ、別に黄砂に限らなくたって、普段洗ってても、あの泥跳ねの部分、ね、下回りの方、ね、ボディの下半分ぐらいのところ洗っていけば、泥跳ねとかで泥がついて、当然泥の中に砂が混じってるとか、そういうこともあるんで、車洗ってる人は普段から気をつけて洗ってるんで、別に黄砂がどうのこうのいうので騒いでるのはちょっとどうなのかなぐらいに思いますが、とはいえちょっと今回は一応慎重に洗います。ということで、ね、水で流してます。ざっとね、流れた感じはあるけれど、触ってみるとなんかまだ粉っぽい感じはしなくもないっていうところで、で一応そのまんま拭き上げちゃっても多分そこそこ綺麗になるけれど、その前にシャンプーで洗い流す、さらに洗い流そうと思います。
で、まあ、ちょっとね今回は余計にここまでする必要はないとは思うけれど、一応ルーフを洗ったら先に拭き上げて、でその下をまた洗っていく。で、まあ、当然そのしぶきがかかっちゃってまたルーフ拭かなきゃとかってなっちゃうんだけど、まあ、面倒でもちょっとそういうやり方を知ってます。今回だけって感じかなとは思いますけど。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。